まあ、マシンビジョンレンズ、まあ、限定ではあるんですけれども、まあ、最初から最後まで関わる仕事だと思ってます。松田さんは設計部にとってはもうなくてはならない存在になります。基本的には設計したものを実際に、形にしてもらえるという作業がありますので、そこを大きく担ってもらっている、あるいは試作を作ったものを量産に展開するというところで、設計部へのフィードバック、あるいは、製造部への中へのフィードバックというところを行ってもらっています。松田さんは、我々は設計部門なんですけれども、設計で書いた夢物語を現実に落とし込んでくれる入り口となる人です。彼が組み立ててくれることで、我々が夢物語として描いていた設計図というものを実際に製品として組み上げてくれるという、そういう存在の人です。仕事内容としましては、マシンビジョンレンズ試作から量産まで全般に関わってます。あとは量産の立ち上げ、工場の立ち上げとか、まあ、工場で問題があった時に対応してみたり、工場で何か不具合が出た時は私のところに質問が来るので、私の部署で対応してます。あとは修理対応も私のところに送られてきますので、まあ、どういう状況か見て、まあ、連携取りながら修理はしてます。設計の時の会議にも参加するので、そこでちょっとここはこうしてほしい、量産を見据えてこうしてほしいとかいう話はさせていただきます。まあ、国内海外いろんな量産工場行くので、そこの技術者と交流できるのが、まあ一番楽しいと思ってます。生産方法を説明するのはどこの場所でも、日本でも海外でも一緒なんですけれども、まあ、どうやってそこをの人たちに馴染んでいくかっていうか、まあ、楽しくやっていくかっていうのがやっぱり重要で、海外の工場で、まあ、なかなか言葉も自分もうまくできなくって、1回2回行ったぐらいだとそんなに楽しそうじゃなかったんですけれども、まあ、3回目ぐらいから普通に挨拶するようになって、あと私メガネしないと細かい仕事はできないんですけど、メガネをそっちに忘れて仕事しようとしたら持ってきてくれたり、それはもう言葉は通じないんですけれども、もうなんか増田さんにはこれが必要なんだなとか、仕事がうまくできたっていうより人間関係がうまくいくっていうのが印象にいろいろ残ってます。教える上で私が気をつけてるのが、なるべく誰にでもできるような手順で分かりやすく説明するっていうのを心がけてるんで、すごくないように全部工程考えてます。海外だと、マネージャーの方たちはちょっと日本語ができたり、まあ、6割7割ぐらい交流はできるんですけど、現場で働いてる人は、まあ、ほとんどできない、もうゼロと言ってもいいぐらいで、その時はもう私が覚えてって挨拶して挨拶を返してくれてっていうのを繰り返していって、私が少しずつ言葉を覚えていって交流するっていう感じですかね。それは一番楽しいとこかもしれないですね。まあ、私が話す前にも向こうのマネージャーの方が話してくれるので、まあ、こっちがマイナスのスタートなので、まあ、手を打ってばかりはいられない、まあ、お互い様なので、まあ、私が覚えるのもまあ当然なんじゃないかなと思ってます。問題が起きた時はそこでは難しい作業をいろいろ発生してしまうんですけれども、まあ、それができる人がたくさんいればいいなって実際は思ってるんですけれども、トラブルが工場であった時にまず私に連絡が入ればいろいろ対応できるので、まあ、すぐ電話してくれたら嬉しいなっていつも思ってます電話なりメールなり、すぐ頼ってもらえる存在でありたいなと、私の部署はそう思ってます。そうですね、仕事の中ではもちろんいろんな製品があって、
いろんな工程があってあるんですけれども、まあ、1分ぐらいで完成してしまうもの、何日もかけるもの、もしくは高価なもの、安いものありますけど、同じ気持ちで取り組んでます。1分の仕事でも同じように、1週間かかるすごい高価なものでも同じように。なので、なんか簡単難しいはあまり考えたことがなくって、いつも同じ集中力でやってるつもりです。まあ、ライフワークって呼べるものの一番はやっぱ家族を大事にすることを一番優先してます。まあ、小さい子供がいるんですけれども、男の子が、まあ、その子の目を見れないようなことはしないでおこうと思ってます生まれてから特にそう思って、で趣味として音楽活動をしてます。今は、まあ、簡単分かりやすく言うとロックバンドみたいなのを30過ぎからやってるんですけど、まあ、30前まではなんかよくあるミュージシャン目指してみたいなのを20歳ぐらいからずっとやってて、まあ、それを、まあ、諦めるっていうか、まあ、そういう流れで趣味にした時に就職活動をして、ただ趣味は続けてますっていう状態です。まあですね、VST はいろいろな職種があって、いろんな人がいて、いろんなとこに拠点があるので、まあ、そういう人と関われるのが一番楽しいかなと思ってます。はい。